究極にダサいです。今日すごい手ですが。テーマなんですか。テーマ。皆さんこんにちは。ドキュン大好き。ミカです。はい、本日はね、また車の取材をさせていただきます。はい。でね、まず取材させていただくオーナーさんが、こちらガソリンカー Z さんですね。登場していただきます。どうも、初めまして。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日はこちらのね、車を紹介していただこうと思います。オープン。はい、さあ、はい、完全差し役仕様ですね。はい。で、テーマとしては、釣り。はい、車中泊ですかね。はい、そうですね、はいはい、釣りをされるお方でございまして、関西圏を、まあ、点々と釣りで、はい、釣りで、はい、はい、で釣りの仕方が穴釣り専門でございます。頭専門でするときは1日60多いときで60ぐらいかな。すごいですね。今日は釣り道具は釣り竿はここに入ってます。あ、なるほど、横のところに、うん、そうです、そうです。じゃあいつも入れてる。いつも入れてますね。あ、なるほど。ああ、一番気になったのがこれ。で、これは自分でつけられたんですか。これ自分でつけました。これは、ハイエース用の網戸ですね。網戸になって、こんな感じでいいよね、後ろが超涼しいよね、こんなでかいのか、ね。これもご自身で。これは既製品が売ってます。あ、なるほどなるほど、はい。じゃあもうそのまま既製品でこのサイズで。このサイズ売ってます。あ、もうこの車用。この車用で、はい、なるほど。だから幅もスペースもギチギチに埋めれるんで。あ、じゃあもうこっちに埋めることも。じゃあこれもはめるだけって言ったら。はめるだけですよ、ね。おお、すごいね、足組んで。ちなみにおいくらですか。4万ぐらいかな。全部で。全部で、全部で足も。なるほどなるほど。高さは4段階ぐらい調整できて、一番上げてベッドはこの辺に行くんですよ。ああ、なるほどなるほど。あと寝る専門って言ったら、そうそう、上げて下のスペースを生かすんで。そうですよね。その下にはぶちゃぶちゃですけど。あ、まあ椅子ですよね、キャンプとかのやつ。そうです、椅子。洗った食器とかをここに積んでいって置いとくと乾かせると。そういうことはちょっと想像つかなかった。こういうもんです。結構優れもんですよこれ。いいよ、いいですね、コンパクトですね、うん、コンパクトはこんなのかなと全然いい、うん、ここはいただく釣り竿ですかね。それ釣り竿です。あ、釣り竿、はい、はい、で、で、これが調理セット。すごい、鍋、フライパン、お玉、まな板。すごいね。何入ってんの。これも調理セットですね。こっちは鍋とか、こっちも包丁入ってるんですよ。ああ、なるほど。切り合わせね。そうです、そうです、そうです。釣り道具です。はい、釣り道具。これが釣り道具です。ちょっと見てもいいですか。ああ、いいです、いいですよ。あ、カッターとか釣り道具。わお、すごいね。魚入れて。うん。いっぱい入ってるね。ちょっと正直わかんないけど。この辺。こういうの見るとすごいやりたくなる。この辺が仕掛けですね。仕掛け。そうそう。これはね、シャワーセットですね。あ、ワナ釣り使う。すごい。あれ、なんかエッチなことできるんじゃない。何をすんですか。やれやエッチなこと言ったわ。これでデイリーだね。これがシャワーで。あ、でもこれだったらよくさ、温泉の源泉売ってるあるじゃん。あ、はいはいはい、はい、あれ大体かけれるか。あ、温泉かけれるね。全然いけますね。クランプを入れて、で、これをタンクに沈めて、はい、こんな感じですね。これを下にすると直接この上でシャワーをしてる。いいね、いける。
押しても開かへんしね。これ使えるんだ。これだけのやつやったら押したら開くんすよ。フックがガッチャンって外れてスポッて開けちゃうんだけども、両方ともフックで止まってるからこれはいいね。フックですね。これはこれはそうそうそう、こうするそうそうそう、でこっちを立てて立てて、そうそうそう、これいいよ。これがガシリンガーレッドさんのちょい焼きシステム。みんなのちょい焼き。でもすごいね、やっぱりこの容量って。いや、すごい、こんだけあって ねこの収納はやばいよ。これとトイレのセットですね。これトイレの洗剤。トイレ、そうそうそう、あ、ポーダブルトイレ。あ、そう、あ、そこにあった。へ、これがトイレットペーパー。ペーパーだな、入ってもいい。あ、これなるほどね。どこでも車中泊できる。そうそう、で、ここからこうペーパーピッと出したら、おしゃれ。かわいいでしょ。かわいい。そうそう、あれですね、釣りに行くときどうしてもそのトイレとかないとか。そうなんですよ、トイレないところはあれで、トイレしないと。一番最高の高さにベッド持ってったら下にも寝れるのかな。あ、寝れます、十分寝れますよ。そうですよね、うん、7人ぐらい寝れるんじゃない。1、2、3。いいね、やっぱこのいい広さは。うん、羨ましい。今度ちょっと上のね、あ、はい、カーテン、カーテンレール、カーテンです、これ。カーテンレール乗るときにカーテン引ける、パイプにカーテンレール、吊るようにつけて。あれですよね、ネジが入んなかったんですよ、ね、あ、そう、そこの穴の中にネジ山が切ってないんですよ。うん、そうだから、クリップみたいなネジがあって、まあ、それを入れて、そのクリップを挟めて反対側にネジがついて、ボルトが、ネジがうん、ついてるんで、それに止めるという。止めるという感じで。そう、アイディア商品。わかった？わかんない。いや、全然全然。どうぞ、無理入ってください。ここテーブル。うん、これテーブル。よいしょ。ちなみにこれ、運転中がずれないですね。運転中ずれないですね。これ、ゴムついてるからってたもんね。で、これがテーブル。これ、修正剤って言ってね、水がつくとね、バラバラになるかもしれない。接着剤を染めてるだけなんで、これを引いて、この上でご飯を入れると。これはね、これはベッド用のテーブルなんですよ。そう、食べるとこういう風にして、うん、こう下も開いて、ここに座って食べれると。なるほど。もうホームセンターとかで切ってもらう。そう、切ってもらって、で、下に補強入れてね、はい、こうやって、うんうん、そうそう、一枚だけでめっちゃヒヨヒヨするんですよ。うん、防炎って書いてありました。防炎？どういうこと？タグ、うん、燃えない。ああ、燃えないやつ。そう、あ、なるほどね。あ、車高と確かに。 あ、いいね、でも早いね。このスペースをこんだけシュンってやるんだったらいいよ。うん、いい。そのつまみをギュッと握って後ろにキュッと引いてもらうと開きます。あ、うん、窓を開いた。え、ちなみにこれもともとですか？もともとです。もともと。はい、これをそれをそのレールに挟める。で、これでね、あの網戸状態。うん、うん、あ、じゃあこれね、作業しながらできるしね。はい、うん、あ、買ってくれるんですか？嬉しい、そんな。いただけるっていう話。あ、そうだった。それはラッキーです。そう。僕のサブバッテリーが80アンペア、一番ちっちゃいやつなんですけども、そこのバッテリーからこの線を引っ張ってきてるんですよ。これでエンジンかかってない状態でもこれでバッドの電気が通ると、はい、でメインのバッテリーに、車運転したら普通は電力をこう供給するんですけども、そのメインのバッテリーが満充電になったら次サブバッテリーに振ってくれるんですよ、で電力を。それをしてくれる機械がこれなんですよ。でアイソレーターっていうんですか。アイソレーター。そう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 。あ、おいくらで購入されたんでしょうか？これは、はい、なんやかんや込み込みで400ぐらいかな。400万ぐらいでね。いけるんじゃない？いける？うん、何がいけるの？何が？これ簡易トイレですよね。あ、これ簡易トイレです。あ、これすごいな。これ簡易トイレです。すごい簡易トイレ。こんな感じです。
で今本まで水入ってないんですけども、これが流す、あ、水が流れると、 あ、水が残ってた、これ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 、洗浄液がちゃんと入っていて、ね、匂いもちゃんとしてる、そうそう、でこれを開けてドレーンのところに落とすと、あ、なるほど、そうそうそう、ちょっとあの水洗ボットンか、そうです、水洗ボットンですね、水洗ボットンで下にも薬剤を入れて、うん、蓋をしてしまったらもう匂いが漏れないと、あ、なるほど、うん、これほかすときってね、うん、便のね固形物が全部溶けちゃうんですよ、で茶色い液体になるんですよ、うん、で液体をそのトイレ行ってドバドバドバとか、そんな時代なんだね、こうやってこっからほぐす、こっからこれこれ、あ、それごと持ってるやつ、そう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 、これごと持っていて、うん、最初は車の中でトイレするの抵抗ありましたけども、うん、もう慣れてしまえば楽っすね、トイレあるところで全然ラブズにね、あ、そういうことですね、全然どこでもできるんで、ね、一応このサイズでね、お水がね、33回流せるんですよ、まあでも1回だけじゃ多分流れないやろから、2回3回打つから、まあ、10回は十分使えるかな、浄水とその下のタンクの部分もついて1万2、3000やったら気がするんだけど、アマゾンで買いました、アマゾン、はい、ね、あのリンクにね、人のやつここにこれ、あ、足あるでしょ、このアームの足、はい、でここにこう置いて、これをあのタイダウンベルト、うん、でくくっちゃうと運転してもこれ動かないんですよ、中に水も入ってるし、なるほどなるほどなるほど、全部でねこれ20リッターぐらいなんか水入れるんで、下と上と、だからこれ自身も重みがあるし、重みがある上にベルトで縛ってしまえばもう完璧なんですよ、とりあえずじゃあやってみる実演あとこれ調味料です、調味料、車中泊用の、うわし、調味料、あ、でもこんなったらいいね、そう、うちね、これが、なんだろう、これが薄口醤油、これがお酒、ちょっとみりんや、でこっちがお酒で、これが濃い口、これがザラメの砂糖、いい、ね、煮付け用のちゃんとこういうの入れてるんですよね、これもなんか買いましたよね、これも買いました、ね、これはね、あ、ナルゲンの、あ、そう、ナルゲン、ナルゲン、ナルゲン、あとなんかコンソメとかなんか塩や、おしゃれなパセリ、おしゃれなパセリをそうです、そうです、そう、スワオキですか、これスワオキです、これはね、これね、おもろいのがね、提灯みたいに広げれるんですよ、これ、あ、これ見たことある、売ってた、あります、うん、アマゾンで売ってた、あ、それで買ったんですよ内側から、携帯電話の充電ができるんですよ、あー、なるほど、充電もできて、そう、光ると、そう、で直射日光が出てるときはソーラーで、お、すごい、ソーラー付き、どう、イケメン、うん、すごいけど3段階に光があの調整できて、一回押すごとに明るくなっていくのかな、やっぱり女性とかにもね、いいよね、え、何に、わかんないで、これね、光ね、絞れるんですよ、これで焦点、あー、あと面白いの、これ全然しょうもないもんやねんけども、あのガスコンロとかに火つけるときに普通ライターつけるじゃないですか、はいはい、あれってガスなくなったらつけにくいでしょ、はい、これスパークだけのものなんですよ、あ、火がつかなくてスパークだけだから半永久に使えるんですよ、カチ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 って、すごいね、すごい、それも形がなんかあれドッキリみたいだけどね、まあいいけど、はい、では紹介させていただきました、はい、本当ありがとうございました、いえいえ、こちらこそありがとうございました、はい、素敵なね、素敵な忍耐に目覚められもともとワンちゃんも飼っていらっしゃって、はい、昔ね、はい、もうすごい慣れちゃってね、はい、かわいい毎週この車で、そうです、あちこち行ってます、釣りキャンプ車中泊を楽しんでると、そうです、はい、そしたらね、あの動画の方が参考になったって方は動画の評価、これですね、これとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします、よろしくお願いしますはい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、抱っこされてね。抱っこって入るから。